2017年ラスベガス銃乱射事件とは2017年10月1日にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで容疑者が無差別に銃を乱射し60人を殺害した大量殺人事件。男はマンダレーベイホテルの32階から大通りのラスベガスストリップで開かれていた音楽祭会場に向けて銃を乱射した。現地ネバダ州在住のスティーブン・パドックが マンダレーベイリゾートカジノの32階のスイートから大通りラスベガスストリップ沿いのラスベガスビレッジで開かれていたザルート91ハーベストカントリーミュージックフェスティバル会場に向け1049発を発砲し58人が死亡867人が負傷したパドックはその後警官隊の突入前に自殺したとみられる アメリカでの単独犯による銃乱射事件としては、前年のフロリーダ銃乱射事件の死傷者数を超え、史上最悪の被害となった。ホテルの部屋からは、AR-15K 自動小銃及び AK-47K 自動小銃を含む18丁の銃と弾薬が発見され、うち2丁は三脚に固定された、光学小銃機が装着されていた。ネバダ州においては、 警察及び軍工用意以外では、半自動の銃しか保有することはできないが、パドックはバンプファイアストックを後付けで組み込むことで、自動小銃と同じ速度の連射を行った。事件後、警察がラスベガス北東約 130km のメスキートに、あるパドックの自宅を家宅捜索した結果、少なくとも18丁の銃と爆発物、数千発の銃弾を発見したと発表した。 2018年8月、事件の最終報告において、FBI、地元保安官ともにはっきりとした事件との因果関係の発見には至らなかったと発表した。2019年11月、銃撃により麻痺状態にあった57歳女性が死亡。2020年5月、歌手を銃撃された49歳女性が死亡。二千二十年十月、ラスベガス警察は、 銃撃による死者数を60人に更新する発表を行った。日時はすべて現地時間2018年8月3日、ラスベガスの保安官、ジョー・レンバルドは LVMPD クリミナル・インベスティゲイティブ・レポート・オブ・ザ・チオクトーバー・マス・カジュアル・ティ・シューティングを公表し、記者会見を開いた。それによると、10ヶ月の捜査の結果、共謀者や二人目の実行犯がいるという証拠は、 見つからなかったこと、犯人の動機について、明確には分からなかったことを明らかにした。レンバルド保安官は、我々は、誰が、何を、いつ、どこで、どうやっていったかの質問には、答えることができる。スティーブン・パドックが、なぜこのような行動をしたのか、明確に答えることはできないと発言した。二0十九年一月の FBI の行動分析よって発行された、 報告書では単一のあるいははっきりとした動機づけ因子はなかったとしている。ありがとうございます。